足を演じてくださるのが道としん。
最後まで諦めるか。そなたに似た、そなたに似た。おじさんだね。おじさん、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 今回わかりました。私もちょっと諦めずに期待を持って待っております。クソジジってどうですか。クソジジってどうですか。まあまあさてよ、我らここにこの曲で参りましょうか。どうぞ。カモナマイクイーン。もっと許していた。
たします。金華山、岐阜城がある金華山ではな、日和にはたくさんの見どころがございます。昔ながらの町並みがある河原町、知ってるのかな。そして日本第三大仏の一つである岐阜大仏、こちらはこの鎌倉の大仏よりも大きくとても圧倒されますので、ぜひ皆様、そして我が友斎藤道三様、斎藤家三代のお大事である城西寺がございます。さらには品川川温泉もありますゆえ、ぜひ皆様岐阜に遊びに来てくだされ。言うことは信じてとか、そしてな、こんな暑さに負けず、わしと共に皆様この世の中を笑顔で元気な花が咲く日の元にしてまいりましょうぞ。みんな元気、みんな元気、次のな、皆様の元気が必要じゃ。そしてこうちゃん、みんなこちらよくやるわしがいるマイクのことですけどな、あー見せたと頼みます。はい、こちら我らが無常盛り上げたい活動11周年目でございまして、記念のこちらマフラータオルを販売しております。次の曲はこちらを用いて我ら共に盛り上がるぞ。なのでこちらタオルを持っている方はちょっとダンスでください。そしてクーター取ってない方は何でもいいです。思いっきりクマ状態のタオル、ハンカチ、鼻紙でもいいです。だから鼻紙でもいいです。そして曲に合わせて気を盛りたいと思いますながら盛り上げます。ゆえ大沢さん、大沢さん、では参りますよ。ワンダッサーリッチーの上でさあ、これより2人だと止まる。